い、大丈夫でしょうか。このまま漫才をやっていく。やるんかい。やってみればわかる。無理だろ。大丈夫、この曲に合わせて毒舌漫才やってくから突っ込んで。 OK、 じゃあその毒舌漫才に俺がしっかりと突っ込みをします。助かります、お願いします。それでは行きます。俺の顔を見ろ。いや、どういうこと。俺の顔を見ろ。毒舌どこ行った。俺の顔を見ろ。何が起きているの。俺の顔を見ろ。何これ、どういうこと。いや、毒舌漫才どこ行ったの。そんなことなるならもうやめて。普通にコンビニの店員と客みたいな漫才でいいんじゃないか。なるほど、じゃあ俺が店員やるから、お前客として来てください。わかりました、じゃあ行きます。ウィン。俺の顔を見ろ。話聞いてたのか。俺の顔を見ろ。コンビニどこ行った。俺の顔を見ろ。全然関係ない。俺の顔を見ろ。何これ、どういうことだから、なんでそんなことになるの。お前ちゃんと漫才ができないの。俺はお客さんに顔面が見せたくて我慢ができない病気。何その病気、気持ち悪い。我慢して漫才してくれ。いやいや、我慢ができてない、おかしい。普通に手は横に置いてやろうとしてるよね。もう出ちゃってる、手は後ろに組んどけ。俺の顔を見ろ。手は関係ないこと判明。俺の顔見ろってやつやめて。なるほど、俺の顔見ろっていうやつ封印すれば成立するのね。やっとわかったか、じゃあ行きますよ。ウィン。 That's me, I'm lonely. That's me, I'm lonely. いや、いきなりかっこいい英語の歌詞で歌い出した。なんだこいつ。 Look at my face. Look at my face. Look at my face. って俺の顔見ろって言ってる。やっぱこいつ理解できない。ウラチョンペッサ。いきなり何を。ウラチョンペッサ。多分タイの言葉。タイの言葉で俺の顔見ろって絶対に言ってる。今のはタイの魚料理。違った。魚料理の名前。違った。なんでそんなこと言うの。俺の顔見ろってやつどこ行った。ちょっと待って、俺の顔見ろっていうやつやってもお前怒らないの。怒るどころかも、早俺の顔見ろっていうやつ待ってます。俺の顔見ろ。ありがとうございます。俺の顔見ろ。これを待ってました。じゃあ漫才始めていきたいんですけども、いや、もうええわ。どうもありがとうございました。じゃあこのままやりましょう。では今からこの音楽に合わせて漫才をやってゆく。いきなりだけど今からしりとりで対決しませんか。いいですね。俺が先行でしりとりのりから始めていきましょう。オッケー。リンゴ。ゴリラ。ラッパ。パセリ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 。一旦止めます。やばい、ループ入ってた。これじゃ一生終わらない。リンゴ。
の以外の言葉から始めてループを抜け出そう。オッケー、リング、群馬、マリオ、お化け、ケース、スイカ、カッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ。一旦止めます、またループ入ってる。リンゴ以外で始めたのに、いや、お前がパセリで終わるからだろ。パセリ禁止にして、なるほどね。リング、群馬、マリオ、お化け、ケース、スイカ、タッパ、パンパース、すりおろし、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ。一旦止めます、結局ループ入るから、最初の文字を変えませんか。しりとりのりからじゃなくて、しから始めてくれ。チーナ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ。一旦止めます、チーナリンゴとかすりおろしリンゴとか禁止にします。最後にしりとりのとから始めてループを抜け出そう。オッケー、トマト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 、まずい、トマト、トマトのループはやばい、トマト、トマトを抜け出さないと、トマト、トリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセ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 リ。じゃあ漫才始めていきたいんですけども、いや、応援はどうもありがとうございました。じゃあこのままやりましょう。では今からこの音楽に合わせて漫才をやっていく。俺がボケるからお前は突っ込んで、二人でこの漫才を成立させましょう。いや、っていうのが気持ち悪いからやめてくれませんか。そのっていうのが気になって何も入ってこない。ごめんなさい、勝手に出てしまうんだ。このっていうやつを言わないと気持ち悪いんだ。っていうやつでリズムを取ってるんだ。だからは言わせてくれ、は言わせてくれ。いや、ポっていうのも気持ち悪いからやめてくれませんか。そのってやつとポってやつをやめてくれませんか。ごめんなさい、やめるのは難しいんだ。このポってやつとってやつはやらせてほしいんだ。この二つを言わないととても悲しいんだ。だからポってやつと
ってやつはやらせても死んだ死んだ死んだっていう新しいやつもやめてくれませんか。ってやつとポってやつと死んだをやめて、ごめんなさいごめんなさいってやつも今すぐにやめなさい、ごめんなさいってやつを今すぐにやめなさい。じゃあごめんなさいってやつはもう封印します。その代わりってやつとポってやつと死んだはやらせて、ブレイクダウン。死んだってやつは楽しいんだ、ブレイクダウン。だからやらせてくれ、ブレイクダウン。だからやらせてくれ、ブレイクダウン。ブレイクダウンっていうやつめっちゃ怖いからやめてくれませんか。とかポンとか死んだはいいからブレイクダウンってのやめて、ごめんなさい、いやごめんなさいって約束破らないでください。ごめんなさいって約束破らないでください。てかさっきから俺がなんでお前に怒ってるかわかるか。なんでお前だけずるいだろ、え俺にもやらせてくれ、えポー死んだ、ポー死んだ、ブレイクダウン。ポーポーブレイクダウン、だろ死んだ、ポーブレイクダウン。もう漫才どうでもいいんだ、ポーだろ死んだ。じゃあ漫才始めていきたいんですけど、いやもうええわ、どうもありがとうございました。遺伝子組み換え、俺の顔を見ろ。選ばれし者しか抜くことができない、この世に一つだけの剣なのさ。この街に入りたけりゃ金は全て置いてけ、逆らうとお前の命はないぜ。古文のキラーとジャッカルがお前の喉元をかっ切るぜ。僕の名前はルシオス、このルビーソードで世界を守る。伝説の剣を抜いたその日から僕の冒険は始まった。この街は悪の巣窟だ、僕がこの街を解放してみせる。仲間のアレックスとマチルダと一緒にこの街を救うんだ。おい兄ちゃん、この街に入りたけりゃ金は全て置いてけ、俺が伝説の勇者ウシオスだ。ルビーソードの伝説を知らないとは言わせないぜ。ルビーソードってのはこいつのことかい。何、まさかお前が本物の。ルビーソードを使う必要もない、覚悟しろ偽物。必殺技を喰らえ、回転切り歩き
キベットファイヤーマン回転切りエメラルドクラッシュ回転切りドラゴンクロス恥ずかしいなんか恥ずかしい偽物の技のクオリティじゃない俺は3回回ってた俺は3回回ってたおい待てジャッカルお前じゃ勝てない行くなジャッカルおい待てアレックスあの偽物は強い行くなこの街の悪党どもを始末するんだ俺にも使命があるこの街と子分を守るんだ始末してやる守ってみせる始末してやる守ってみせる殺す守る殺す守る殺す守る守る支援者ニックネームしりとり。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。改めましてメンバーです。お願いします。ありがとうございます。わあ、たくさん集まっていただきまして、ありがとうございます。会席も満席ということでありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。配信を見てくださってる皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。ということでここからはですね、コーナーで盛り上がっていきたいと思います。よいしょー。オーケストラの人と行えるコーナーを一人一つずつ考えてきたんで、そうなんですよ。それをぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、はい、僕のからやります。はい、題して、うん、アンケート歌ネタよっ。何ですか。僕たちさっきもやりました、はい、あっていうネタがあるんですけど、 ありますね、あれあとかぽーとかいろいろ出てくるんですよ、うん、そのあとかぽーとかをお客様からのアンケートでいただいた言葉に変えてできるかの実験。そう、これを事前に入り口のところにあったと思うんですけど、そうそうそう、書いてくれた方もいると思うんですけども何枚かね書いていただいて、そうそうそう、はい、その中からチョイスしまして、うん、変えるのはあとあとぽーとぽーとスインダっていうのはなんとかしてほしいんだみたいな文章なんで、あれは残します。スインダ残し、スインダ残し、はい、で、ごめんなさい。ごめんなさい。で、ブレイクブレイクダウン。この4つ、これを変えてみますね。はい。はい。無理だと思うんですけどね。多分ね。できたら大拍手をお願いしますね。じゃあ、あに変わるものを弾きます。いや、ちょっとあんまなんか難しいの来てほしくないよね。そうね。うん。いきます。ああ、かわいい。いきますね。うん。グミ。グミ。グミね。はい。あの代わりがグミね。
はい、グミ。まして、ポー。ポー。ポーを何にするか。ポーはこれだ。うわ、長い。え、チャーシュー。チャーシュー。チャーシュー。ポー、チャーシュー、長。青はグミ。ポーはチャーシュー。じゃあ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさいか。いきます。いきます、これにします。ドン。なんて読んだ？ん？あ、魂？魂。塊？塊？魂？え、これどっち？僕ら漢字あれなんで。魂？魂、魂です、魂。グミ、チャーシュー。チャーシュー。魂。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。まあまあまあ。最後。ブレーキだ。ブレーキだ。いきます、いいの来てくれ。ドン、これ。ハニワ。ハニワ。ハニワだそうです。ハニワか。はい、グミ、チャーシュー。魂からの魂埴輪。よしよしよし、これ一回入れとこうということですね。じゃあ一回僕ら履けるんで、はい、演奏始まってまた出てきます。普通のアをやって演奏してもらいますんで、はい、そこからまたやらせていただきます。チャーシュー魂埴輪。ありがとう。わからなかったら教えてください。よし、やりますね。じゃあお願いします。このまま漫才をやっていく。 OK、 じゃあこのままやりましょう。では今からこの音楽に合わせて漫才をやっていく。グミ、俺がボケるからグミ、お前は突っ込んでグミグミ、二人でこの漫才を成立させましょう。グミ、いやグミっていうのが気持ち悪いからやめてくれませんか。そのグミっていうのが気になって何も入ってこない。魂、グミ、グミ、勝手に出てしまうんだ。グミ、このグミっていうやつを言わないと気持ち悪いんだ。グミ、チャーシュー、グミっていうやつでリズムを取ってるんだ。グミ、チャーシュー、だからグミは言わせてくれ。チャーシュー、グミは言わせてくれ。チャーシュー、チャーシューっていうのも気持ち悪いからやめてくれませんか。そのグミってやつとチャーシューってやつをやめてくれませんか。魂、グミ、グミ、やめるの難しいんだ。グミ、このグミってやつとチャーシューってやつはやらせてもいいんだ。グミ、チャーシュー、この二つを言わないととても悲しいんだ。グミ、だからグミってやつとチャーシューってやつはやらせてもいいんだ。スイーンだ、スイーンだっていう新しいやつもやめてくれませんか。グミってやつとチャーシューってやつとスイーンだをやめて。魂、魂ってやつも今すぐにやめなさい。魂ってやつを今すぐにやめなさい。じゃあ魂ってやつは今やめますね。あ、じゃあ二人だけじゃあやらせて。はやはや、グミってやつは楽しすぎんだ。はやだからやらせてくれ。はやだからやらせてくれ。はや、いや、はやっていうやつめっちゃ怖いからやめてくれませんか。グミとかチャーシューとかすぎんだはいいから、はやってやつやめて。魂、魂ってやつ、いやもうあのね、お前だけずるいだろ、え、俺にもやらせてくれ、え、グミ、チャーシュー、スインダ、グミ、チャーシュー、スインダ、ハニワ、グミ、チャーシュー、ハニワ、スインダ、チャーシュー、ハニワ、チャーシュー、スインダ、チャーシュー、グミ、チャーシュー、ハニワ、グミ、チャーシュー、できる、できる、全然、全然できなかった、全然できなかった、無理でした。いや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 、はい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 、そうですね、実験失敗、実験失敗ですね。途中やばかったですね。無理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 、チャーシュー、やばいことポーとかも出てくるから、ポーとかアーが邪魔してくるから、本物のポーが出てきたら難しかったということで、1個目のコーナーはこれ山口コーナーです。はい、ありがとうございます。このまま漫才をやって
していく。 OK、 じゃあこのままやりましょう。では今からこの音楽に合わせて漫才をやっていく。ちょっとすいません、ちょっと止めていいですか。すいません、ちょっと止めていいですか。これを恐れてたのよ。はい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 、咳込みました。咳込みました。止めていいんだ。うん、ちょっとこれだけはやっちゃダメよね。もう一回、もう一回出てきていいですか。ごめんなさい、すいません、皆さんすいません。これをやるとは。もう一回お願いします。絶対やっちゃダメ。でもまだ何もバレてない。何もバレてないよ。どうもー、お願いします。頑張ってまたやっていきましょうね。よっ、このまま漫才をやっていく。 OK、 じゃあこのままやりましょう。では今からこの音楽に合わせて漫才をやっていく。いきなりだけどスキャットっていう歌い方を知ってますか。意味のない言葉で即興で歌う歌唱法ですよね。そう、だからスキャットっていうのは誰とも被らないから、世界に一つだけのオリジナルソングが歌えるってこと。なるほどね、じゃあお前なりのスキャットを聞かせてくれませんか。 OK、 それでは今から適当に歌ってみますね。シュビドゥバッパ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 ッ、シュビドゥバッステレテテダステレッダステッパシュ。いや、なんで歌えるの。適当に歌っただけなのに、なんでお前が入ってこれるの。一言一句一緒の曲がもうすでにあるよ。あるかい。もっとオリジナリティあふれるスキャットをしないと。なるほどね、じゃあさっきよりもっと攻めたスキャットをしてみます。スピンバッチョスピン、ダバダバスケラディオスケラディオスケ、ブルージャスケランガポスティン。その曲あるよ。あるかい。こう攻めたのに、これも誰かの曲だったってことですか。一言一句一緒の曲がもうすでにあるよ。これもあるんかい。もうちょっと歌い出しから変化をつけてみたら。なるほどね、じゃあ入りからもうちょっと攻めてみます。ペロペロピューラテレステテテテ、あるよ。あるんかい。ペロゲッチャセロンデポチュー、あるよ。あるんかい。ジュバラピッチ、あるんかい。ジョボロバトゥー、あるんかい。バゲラメッチュー、スティーバラピッシュ、全部あるかい。もっとオリジナリティあふれるスキャットをしないと。いや、じゃあお前が一回も聴いたことない曲を歌ってみろ。 OK、 パッパッパラッパッ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 。いや、それはないんかい。でも分かったぞ、シンプルに言ってみよう。ポッポッポロッポッポポッポッポロッポ、これはあるんかい。いや、もういい、もうわけわからん。こんなにも人と被るなら、音楽の概念を覆す歌い方をしてやる。ウィーンじゃあ漫才始めていきたいんですけども。いや、もうええわ。どうもありがとうございました。
漫才の方やっていきたいなと思ってるんですけど、また演奏が終わらないですね、大丈夫でしょうか。このまま漫才をやっていく。 OK、 じゃあこのままやりましょう。では今からこの音楽に合わせて漫才をやっていく。お前は憧れの職業とかありますか。僕が最近憧れているのは闘牛士です。なるほどね、じゃあこの場で気分だけでも味わったら。ありがとうございます。ではお前が闘牛役やって。はい、じゃあまず赤い布を持って闘牛を避けてください。では行きますよ。あ、どこ行くの、どこ行くの、何考えてるの。逆の方向に向かっていくとか頭おかしいんか。なるほどね、俺はそっちを向いたらいいわけね。普通に考えたらわかるだろ、ちゃんとやってちょうだい。では改めて最初からやらせてください。では行きますよ。どこ行くの、どこ行くの、何考えてるの。こっちを向いて向こうに行くとか頭おかしいんか。ちょっと待ってください、お前だけずるいだろ。俺の憧れの職業もやらせてくれませんか。なるほどね、お前はどんな職業がやりたいの。俺はオーケストラの指揮者がやってみたいです。そうですか、では皆さんは山口を見てください。では行きますよ。どこ行くの、どこ行くの、何考えてるの。指揮者をやらずにどっかに行くとか頭おかしいんか。ごめんなさい、やっぱり指揮はあの人に任せます。皆さんもう一度彼に注目してください。あ、どこ行くの、どこ行くの、何考えてるの。本物の指揮者がどっかに行くとか頭おかしいんか。お客さんごめんなさい、後でちゃんと言っておきます。ではもう一度指揮者に注目してください。どこ行くの、誰こいつ、いきなり何してるの。あなたの話は一切してないから動くのやめて。お客さんごめんなさい、後でちゃんと言っておきます。ではもう一度指揮者に注目してください。あ、どこ行くの、どこ行くの、全員どこ行くの。奏者が全員どっかに行くとか頭おかしいんだ。いや、もうええわ、さっきから全員ふざけすぎ。お前らがそう気なら俺にも考えがある。もう一回俺に闘牛士をやらせてください。では行きますよ。今音楽どこ行くの。じゃあ漫才始めていきたいんですけども、いやもうええわ、どうもありがとうございました。始まった。普通
の番組だ。俺の正体はビリ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 知らないおじさんがニコニコしている番組だそれは知らないおじさんがニコニコしちゃってるかよ。皆さんこんにちは、音楽で遊ぼうのお時間です。歌番組、今日はカエルの歌を歌っていきましょう。カエルが鳴いてた公園のベンチで君を待ち続けた。君を待つ間携帯で僕が見てたのはもちろん知らないおじさんがニコニコしている番組。ここにも出てきた知らないおじさんがニコニコチャンネル変えよ。皆さんこんにちは、スキャットで遊ぼうのお時間です。変な番組、早速歌っていきましょう。ワン、ツー、スリー。シュビドビパッパッパシュビドビパッパッパシュビドビおじさんパニコニコシュビドビ番組。知らないおじさんがニコニコしている番組。この番組も知らないおじさんがニコニコしている番組。ちょっと待ってください、一回落ち着こう。もうちょっと普通の番組をやってくれませんか。じゃあ俺が今から普通の番組をお前に見せるから、見ててほしいんだった。シーンだシーンだとかあとかポーとかやめてくれませんか。じゃあもう一回テレビをつけますね。あ、どこ行くの、どこ行くの、何考えてるの。テレビをやらずにどっかに行くとか頭おかしいんだ。じゃあもうテレビは諦めて YouTube にします。メンバーチャンネル再生してください。リンゴゴリラダパパセリ、リンゴゴリラダパパセリ、リンゴゴリラダパパセリ、リンゴゴリラで一旦止めます。結局ループ入るから最初の文字を変えませんか。しりとりのリからじゃなくてシから始めてくれ。知らないおじさんはニコニコしている番組。乗っ取られてる、もうおじさん見たくない。テレビでぞ、え、俺の顔見ろ、いや怖すぎる、俺の顔見ろ、語りかけてきた、俺の顔見ろ、もう万歳どうでもいい、お客さんもずっと見続けろ。じゃあ単独ライブ始めていきたいんですけども、いや最後ちゃうんだ。
ありがとうございました。